マックス・ベーバーマックス・ベーバーは、ドイツの政治学者、経済学者、社会学者。マックス・ウェーバーと表記されることもある。正式な名前は、カール・エーミル・マクス・イミーリアン・ベーバーであり、マックスは、マクス・イミーリアンの省略系。同じく経済学者、社会学者のアルフレート・ベーバーは弟。社会学例名期のオーギュスト・コントや、 ハーバート・スペンサーに続く第二世代の社会学者としてエミール・デュル・ケーム、ゲオルグ・ジンメルなどと並び称される。臨重の床に伏すベーバー・ウェーバーは西欧近代の文明を他の文明から区別する根本的な原理は合理性であるとし、その発展の系譜を現世の呪術からの解放と捉え、それを比較宗教社会学の手法で明らかにしようとした。そうした。 研究のスタートが記念碑的な論文であるプロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神である。この論文の中でウェーバーは西洋近代の資本主義を発展させた原動力は主としてカルビニズムにおける宗教倫理から生み出された世俗内禁欲と生活合理化であるとした。この論文は大きな反響と論争を引き起こすことになったが 特に当時のマルクス主義における宗教は上部構造であって下部構造である経済に規定されるという唯物論への反証としての意義があった。その後、この比較宗教社会学は世界宗教の経済倫理という形で研究課題として一般化され、儒教と道教、ヒンドゥ教と仏教、古代ユダヤ教の研究へと進んだ。しかし、 原始キリスト教、カトリック、イスラム教へと続き、プロテスタンティズムへ、再度戻っていくという壮大な研究計画は、本人が、スペイン風邪を原因とする肺炎で命を落としたことで、未完に終わった。特に、イスラム教については、ほとんど手をつけることはなかった。妻マリアンネと一連の宗教社会学の論文と、 並んで、ウェーバーが行っていた、もう一つの大きな研究の流れは、経済と社会という論文集としてまとめられている。これは、ウェーバーが、編集主管となり、後に、社会経済学公用と名付けられた、社会学、経済学の包括的な教科書に対し、1910年から寄稿された、論文集である。この論文集も、最終的には、 ウェイバー自身の手によって完成することはなかった。彼の没後、妻であったマリアンネ・ウェイバーの手によって、編纂、出版されたが、このマリアンネの編纂については、批判が多い。その後、1956年と1976年に、ヨハネス・ビンケルマンによる再編さ版も出ているが、本来ウェイバーが目指していたと思われる、あるべき全体構成については、 今なお議論が続いている。この経済と社会は教科書的、体系的な社会学を構築しようとしたのと同時に宗教社会学における合理化のテーマを比較文明史、経済史における特殊、個別事例の巨大な集積に照らし合わせて検証していくケーススタディを行ったものとしても位置づけられよう。また、経済と社会の中の 支配の書類系における、正当的支配の三つの純粋型、すなわち、合法的支配、伝統的支配、カリスマ的支配は、社会学や政治学の分野で広く受け入れられることとなった。また、ウェーバーは、社会学という学問の黎明期にあって、様々な方法論の整備にも、大きな業績を残した。特に、人間の内面から、 人間の社会的行為を理解しようとする理解社会学の提唱が挙げられる。さらには、純理論的にある類型的なモデルを設定し、現実のものとそれとの差異を比較するという理念型も挙げられる。また、政治的価値判断を含むあらゆる価値判断を学問的研究から分離しようとする価値自由の提唱も大きな論争を引き起こした。ウェーバーは、 ハイデルベルクでの知的サークルを通じて、年長の法学者、ゲオルグイエリネック、哲学者、ビルヘルム・ビンデル・バント、同世代の神学者、エルンスト・トレルチや、哲学者、ハインリヒ・ヒリッケルとさらには、若年の哲学者、カール・ヤスパースや、哲学者、ルカーチ・ジェルジラと交わり、彼らに強い影響を与えた。また社会学者、 タルコット・パーソンズもウェーバーの著作を通じて強い影響を受けている。パーソンズがハイデルベルク留学中に支持した社会学者、経済学者のアルフレート・ベーバーは実定である。日本においては丸山真男や大塚久夫や川島武義をはじめとして多くの社会科学系の学者に強い影響を与えた。ベーバーの日本における需要は日本が 太平洋戦争で敗北したのは合理主義が欠けていたためであるという問題意識と社会科学におけるマルクス主義との対地という文脈という二つの理由が大きかった。ありがとうございます。